大浜元気マルシェ、特設ステージ、とうとう鳥になりました。鳥を飾っていただきます。ユングフラウの皆さんです。どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。風に負けずにユング行きます。なってくださると嬉しいです。1曲目は中島みゆきさんの愛だけを残せです。蝶々を広げたいんですけど、ちょっと多分ぐっちゃぐちゃになると思いますので、皆さんの頭の中で広げていただければ幸いです。さえも残さず祈り
とうございます、これはゼロの焦点での映画で使われたエンディングテーマで、まあ、あの壮大な、ね、テーマで歌詞が好きで、歌っていました。お次は、山口百恵さんのロックンロール移動をやりたいと思います。ぜひ一緒に踊っていただけると、ひばり会のお姉様方よろしくお願いいたします。
本当に無茶ぶりでありがとうございました。さすがでございます。3曲目はですね、ドクターコトーのドラマで使われた中島みゆきさんの銀の竜の背に乗ってをやりたいと思います。やりたいなーって言ってから1年ぐらい経ってやろうかって言って最近やり始めた曲です。この響きを嘆いている。
ですね、あの食べ物も美味しかったです。本当に今日はここに来れて、よかったです。ありがとうございます。はい、劇団四季がね、ますます発展していくことを願っています。緊急事態がね、また出ないことを願って、まあ、できることをして楽しく生活できたらなと思います。最後はですね、ガンダムのオルフェンズの映画に使われたオルフェンズの涙という曲をやりたいと思います。ちょっとね、あの壮大な曲で、あの平和を願った曲なんです。皆さん、ただで宇宙旅行に行ったと思って、あの壮大な世界に浸っていただければ幸いでございます。ギターは一人で全部伴奏をこなしています、ヒロです。ちなみにボーカルはサオリです。ユクハウです。じゃあ最後の曲をお聴きください。オルフェンズの涙ですが、ちょっと待ってね。Oh.
ありがとうございました。